ラサール石井、岸信千代氏の家系図批判ネットは賛否、芸名が出身校の声も、タレントのラサール石井が12日、自身のツイッターを更新し、衆院山口2区の補欠選挙に立候補することを表明した岸信千代氏を、普通の感覚があれば、こんなこと、恥ずかしくてできない、と批判した。 岸氏は安倍晋三元首相の実定、岸忍前防衛相の長男。忍氏が衆院議長に辞職願を提出したことを受け、立候補を表明していた。石井は岸氏が自身のホームページなどに家系図を載せていたことに対して、むしろ、家系ではなく私自身を見てください、と思うのが普通。とコメント。こののの感覚でではは庶民のための政治はできない。 と私は思いますはい私の感想ですとあくまで感想とした上で考えを綴ったこれにネットは家系図入れるあたりが世襲だから地盤引き継いで当確ですみたいでヘドが出ますねどういうつもりで家系図なんだろうと思いましたおそらく当選するのだろうと思うとやりきれませんと賛同する声があった 一方で、まだ何もしていない人を批判するのって、とスタンスを疑問視するコメントも、芸名が出身校、と石井自身も、系譜、を前面に押し出しているとする意見も見られた。まあ、現代のセンスで考えるといやらしいなぁと感じるけども、家計でいて不支持の判断もしやすくなる。どちらでも内装からしたら、注目度が上がるから実績、人となりを中止するようになる。 よってデメリットばかりではないと思う問題は候補者というより家計を信頼の証しとし盲目的に支持する層にあると思うある意味宗教に近いこの辺はどの政党地盤にもあることだと思うけど基本的には政治家の世襲は既得権益の世襲あるいは支持者による継承でもあると思います 昔の大名家が藩主の世襲とともに家臣も世襲し、既得権益を守っていた頃とあまり考え方に違いはないのかもしれません。ただ、それもまた有権者の意思であるならば、民主主義ではあると思います。幸いなことに、日本では一部の政党を除き、批判をしても許されます。こういっった批判は重要であって、 批判ももまた民主主義を担っているものだと思いますそしてそういった批判を受けた上で選挙で当選し議員になるのであればその地域の有権者の意思であるとして尊重することもまた民主主義であると思いますこの方のベースには体制批判を攻撃と捉えて除名したり除籍したりする政党の思想が混在しているのかもしれませんが。 そういった非民主主義の方の意見もまた否定しないのが民主主義であると理解すべきかとも思います。